地元応援ライブウィッシュプラス、この時間のニュースをお伝えします。九州北部には前線に湿った空気が流れ込んだ影響で大雨となっています。明日朝にかけても所により非常に激しい雨が予想され、土砂災害などに警戒が必要です。大牟田市では強い雨が降り始めました。下の道路を見てみると、雨の影響によって水が流れています。福岡県や佐賀県では昨日の降り始めからの雨量が150ミリを超えているところもあり、これまでに大牟田市と美山市、佐賀県嬉野市、伊万里市、鹿島市、白石町に土砂災害警戒情報が発表されています。明日正午までの24時間に多いところで150ミリの雨量が予想され、気象台では土砂災害や低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。